ンポン。なんやこの音、インターホン。うわ、めっちゃドンドンしてる。はいはい、今開けますよ。音とってもいいです。何してんだてめえ。強いツッコミが強い。宅配と財布になりたい、なりたい。みんなに荷物と幸せ届けたい。じゃあその大量のバッタはなんだい。では今からあかりちゃんにお荷物をお届けしますんで、受け取ってもらっていいですか。嫌です。うちもやるやる。ほう、それはいいですね。ではあかりにぴったりの役をあげましょう。はい。不安すぎるんですが。はい、どちら様ですか。荷物を届けに上がりました。荷物役。なんでうちが荷物役なんや。もっとトラック役とかボールペン役とかあるやろ。あ、人間ではなくていいんだ。いや、だってこの動画のお荷物と言ったらあかね以外考えられないですもん。なんやとお前。そう、こまで言うならやったるわ。だからお荷物を届けに参りました。お荷物です。受け取りたくない。しゃーないな。ハンコハンコ。お邪魔します。荷物がお邪魔してきた。あ、こちらハンコいただいてもよろしいですか。あ、はい、ありがとうございます。ハンコもらったで。オッケー、ナイス。じゃあ帰りましょう。ねえ、お荷物は？うん、やっぱり荷物受け取る側がいいかな。あ、はい、チェーンジ。おい、てめえ、ふざけんな。はい、お荷物です。あら、ふふふ、ちょっと待ってね。今照れるような格好じゃないから、少し、待てる？は、まあいいですけど。こういうのっていろいろ妄想が広がりんぐですよね。なんかエロティック、ドキドキ。はいはい。お待たせ、なんかとんでもねえもん出てきた。あら、ハンコ忘れちゃった。じゃあ、この傲慢な。うん。じゃダメかしら。ダメです。印鑑お願いします。はっはー。ゆかり、ボインは胸が大きいことを示す気温で、骨のきしむ音を表してるんやないんやで。あ、それ受け取り拒否で。ちょっと、やっと静かになったわ。うちも帰るか。あー疲れた。たく、今日もキテレツな日やったわ。ん、なんや。はい、再配達に参りました。えい。あ、受け取り拒否で。なんでやー、誰かうちを受け取って。へ